こんにちは、ぬるぬるです。私最近自分のプレイ映像を見返してるとですね、近距離戦闘で適当に腰打ちをパナしてるだけ、みたいなのが結構多いことに気づいたんすよ。なんというかすごい雑に突っ込んでるだけというか、なんというか、それがあんまよろしくないのでは、っていう気がしててですね、本日は丁寧な打ち合いを心がけるべく、腰打ち禁止でコントロールをプレイしていこうと思います。本当は復刻されてるビッグチーデスに行こうとしたけど間違えてコントロールに来ちゃったのは言わなければバレない。というわけで本日はですね、きちんと射兵を使って被弾を抑え、硬い立ち回りで敵を縛いていく、みたいな感じで、腰打ち射撃を一切使わず無双していければと思います。よろしくお願いします。おや？よし。手はなかった。OK、 まだギリ腰打ち使ってない。縛り継続。よし。ダブルキル取れたので今のは不正ではないや。救急。うん、この OK、 ダブルキル不正ではない。安心してください、まだこの試合では腰打ちしてませんよ。上降りてきた。安心してください。なんか片すぎんか、このおっさん嫌味方やないかい。よくも騙したな、この野郎。 OK。 なんか来てますけども、じゃあ誰ですか。あら、あ、お疲れっす。今日ちょっと無敵の日かもしれません。ここみたいな射兵のない高所とかに登っても全然被弾しない、そんな気がします。あ、お、よし、エイペックスやめよ。それはそれとして逃げるな、お前。おい、エイペックスやめるのやめよ。おんやによし。オーケー、もう腰打ちのやり方忘れちゃったな、これ。オーケー、腰打ちはなかった。うん、まずい。エイズケア、ありがてえありがてえ。あまり私を怒らせない方がいい。ちょっと、オッケー、もう ADS しかできない。ワッツ、いいだろう。回復してる場合じゃない。リロード。あいつパクれるパクれる。 This is Seitona Aengo。 大丈夫か味方、大丈夫か味方。というわけで、今回は腰打ちを一切使用せずにコントロールをプレイしてまいりましたが、結構なんとかなるもんですね。はい。おや、22キルですって、ゴールで確実に MVP です。全体スコア見てみましょう。お疲れした。ご視聴ありがとうございました。